また食べに行きますね。俺んとこに。まともに食えるもんなんかねえぞ。うん。そうそう。だけどほら、あの営業自粛とかあるじゃん。だからもう9時で閉めてんのよ。うんうんうん、だからそれもやんないとなんないから。いや今回はちょっとやっとかないと俺がパンクしちゃうから。そうだから遅い時間はやってないよ、でしょ。もちろんね、まあだ、いいじゃないの。いや俺はだってまだやんなきゃなんねえから、まだこの後も予定あるから。いやその後でね。なんでその絶好調でさ、そんな俺にさ、お前今から来いよとか言うの。ダメよ、今お客さんだっているんだから。今から行かせます。お客さんいるから。今から行かせます。はい、了解。一番すぐ行きます。なんでよ、もうちゃんとして。もうはい、了解。はい、いつもすいません。はい、座っとく？留守番しとくで。よいしょ。相当寒いで。いや、もうこの店はほんま暑いですね。だ、入ってきたばっかは暑いね。暑いですね。入ってきたばっかは。だけど、いりゃそうでもねえなってなるわけね。いや、温度はもっと下げてもいいんだけど、でも24度ぐらいだね、設定。そうですか。何でビビってるのか意味が分かんないんだけど。やっちゃうぞの人は来ないと。寿司屋に行くから来いよとか言われたけど、俺も営業中だからダメだよ。元から持ってる。安いぜ。国あの軽いから。プラスチックみたいな感じの軽いですよ。そう。ソーダはよくできます。はいよ。はいよ。はいよ。もう一個もこの席行かないさ。じゃあここね。はい、スーパーってある。カウンター行こうか。あ、いいよ。かまねえよ。さっきまでじいじ来てたんだね。あ、今見てましたよ。あ、本当に。綺麗なお姉ちゃんと出てくるんだよ。え、そうですよ。どっちだっけ、芋だっけ。麦っすよ。麦か。意外です。
よ。なんとかミンだっけ？あれは？ああ、やってるから行ってきたんだ。なんかあげるやつないですか？あ、入り口のとこにあのあれ使ってもらってください。知ってるっすか？知らない。誰？え？配信者？あ、一応はい。ああ、そうなんだ。いや、あったことなかったです。ないと思うよ、俺。うん。佐野さんがどっかのクラブに上がっていて、たまたま入ったことはある。あ、そう。ひまわり兄さんって名前の。昔から付き合いする。大阪の人？そう。そうなんだ。反射とばっかり付き合いする。え？反射とばっかり付き合いする。うわ、お好きにどうぞ。俺に言われたってで、前もって言ってくれればいいのに。その心づもりがあるからよ、俺もよ。カメラってロジクール使うんですか？ロジよ。の最新のやつ。うん、もうこれ売ってねえんだよ。で、非売品だよ。これは2万いくらするで。だからもう売ってないから。何万画素？いや、画素数どうかな。大したことねえよ。今綺麗に映る。うん、だから映るのはね。ああ。生物を来やがったな、ムカつくな。最悪だな、俺。店には生物は基本置いてない。うん。払いてとか言われても困るから。マジで。勇気でおる。いや、わかんねえ。言うだろ。言うべ。言わんや、俺。いや、わかんねえじゃん。怪しさ満開だから。言おうからね。うん。そんなことないよ。独占な。久々にやるから、俺手切ったら。いいですね。やだな。いいわけねえなんべ。だって。いいわけねえじゃんべっていうの。でかいよこれ。でかいっすよね。アホなんじゃないの？すいません。ねえ。もうさ、もう勘弁してよ、もう。勘弁してよ、もう。バカなの？ねえ。バカなんだよ、普通に。あのね、分かってないかもしんないけど、タイは、めんどくせえんだよ。何がか分かる？はい、鱗。あ、ちょっと鱗がめんどくせえんだよ。下水にみんな詰まってますね。このうちの店のサイズだと。うん。まあいいけどよ。いやあるよもう。俺も怪我したくねえからよ。ねえ、危ないっすから。これちょっと俺も持ってきて。ナイスがもうすごい。すごいとこある。
俺でも初めて配信したんですか、ね、これ初めて買ったやつ逆にそこだ初めて手伝いからってもらうここから変わってない潰れへん潰れ感じやったこれも3年ぐらいだからちゃんと道具だけあるんだよ、ほら。そうだよ。あ、あるに決まってんだべや。なんておめえだって、どこ引けねえべや。最近やってなかったでしょ。うん。もうここ数年。まあ、そうなんでもないけど。前の店ではやってる。前の店は、そういうお店じゃないから。うん。居酒屋じゃなくて、木だけ。うん。